続いては株式会社川崎フロンターレ代表取締役社長の武田真平よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今日は非常に気分がいい。シーズン開幕当初は本当に皆さんにもですね大変ご心配をおかけしたと思いますけれども、5月に入ってからですね非常に好調になってまいりました。やっと自分たちのサッカーができるようになってきたんだろうというふうに思います。今週にはですね、先週になりますがナビスコの決勝トーナメント進出を決め、昨日もですね、中断前の最終戦、勝って、そういう状況の中でこの三冠を迎えることができて大変嬉しく思っています。皆さんこんなに多くの方に来ていただきまして本当にありがとうございます。重ねて御礼を申し上げます。これからチームはですね、ベトナムでの親善試合をして、それから中間期ですね、キャンプを終えてナビスコカップ、それからリーグ戦と迎えます。目の前の試合を一つ一つしっかり勝って、シーズンの終了にはですね皆さんと本当に、うまい酒飲めるように頑張ってまいりたいと思いますので、今後ともですね本当に多くのご支援ご声援賜りますようよろしくお願いします。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。